えー、今日はですね、あの、まあ、一番最初はですね、NHK の夏休み子ども科学教室が面白いぜっていうところから始めたいと思うんですけども、NHK の夏休み子ども科学相談室っていうのは、あの、ラジオでやってるやつで,ですね。 科学者の方というかですね、専門家の方がスタジオに何人か来て、で、子供からですね、どん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 質問の電話が入ってきてですね、で、それに対して、えー、みんなが持ち回りで答えるというやつなんですけどもですね、えー、なんかかなり面白いのがですね、あの NHK のホームページで見れるんですけども、8月4日の放送分のですね、恐竜という回がですね、めちゃくちゃ面白かったんですよ。 8月8日放送。一応あのフリップ用意してみました。えー、こんな感じでですね、やりとりがですね、まあ、すごく面白いんですね。えー、アナウンサーがですね、松本慶治君、何年生かな ?5 年生ですってことで、5年生の男の子の質問です。パキキャファロサウルスの仲間のホマロファケファレは頭が平べったいから頭突きには向いてないと思ったんですが、その頭の役割というのはな、なでしょうか教えてくださいっていうですね、なんかすごいこと聞くんですよ。で、アナウンサーが、パキ、パキケファロっていうようなことで、 バッケロファーサウルスっていうのがなかなか発音できなかったんですけど、ホマレケファレね、はい、では小林先生お願いしますということで、小林先生が、ケイジくんこんにちは、こんにちはということで、ケイジくんと先生のですね、問答が始まります。あの、この問答がですね、見どころ何かっていうとですね、 小学校5年の松本啓二君はものすごい教諭に詳しいんですよ。で、先生はすごく嬉しくて、もう啓二君と専門的な話したいんですけど、それをやると、ラジオを聴いてるですね、大部分の小学生が置いてけぼりになると。なので、先生が時々大人の理性で踏みとどまってですね、簡単に説明しようとして、<laughs> えー、啓二君が不満そうに、はい、はいって答えてですね、で、で、まあ、というですね、やりとりがですね、まあ、すごく面白かったんですね。で、参考までに啓二君が聞いてるのはこういうことです。 えっと、ケイジ君がですね、謎に思っているのは、この下のですね、えー、ホマロケファレっていうですね、恐竜なんですね。これ、パキケファロサウルス科の恐竜で、パキケファロサウルスっていうのは頭がこう、とんがっていて、これ頭同士をぶつけて、いわゆるメスの取り合いをするというふうに言われている恐竜なんですね。で、それだったらわかるんだけども、同じ科の恐竜で、ホマロケファレは頭が平べったいと。 これ何の役に立つのというのがですね、小学校5年生の男の子の疑問です。ではですね、えー、小林先生の答えです。よいしょ。えー、パケファロサウルス科の中でも、パケファロサウルスみたいに頭がヘルメットになってる。ドーム状って僕たち言うんだけど、なってるやつとホアルケファレみたいに平らなやつがあってという話だから、平らな頭はどうしてなのかっていうふうに。 一応、他の小学生に分かるように、もう一回繰り返してくれてます。その前にね、もう知ってると思うんだけど、ケイジ君、パキカファロサウルス科に一番近い恐竜って何ってう、パキファロサウルス科に近いって言ったらですね、あの、男の子はパキカファロサウルス科っていうふうに科で聞いてます。うん、検ウルに近い恐竜って何って言ったら男の子はいきなり、ツノ竜って答えてです。もう本当に食い気味に、あの、検討竜類に近い恐竜って言って先生が言った瞬間に、ツノ竜っていうふうにシンプルに答えて、ああそうそう、ツノ竜、周到目、周到暗目って頭の 周りを飾っている恐竜というので知っているかパクファロサルスもホワロケファレも飾りがあるのは分かっているよね?」というふうに、どんどん専門的に話が進みます。<laughs> で、ごめ先生、ノリノリになってですね、ここからどん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 字が細かくなっていくんですけどもですね、えー、それはすごい重要なんだけどね、じゃあ平らな部分はどうしてるのかっていうと、恐竜詳しいっぽいかなね、なんかね、恐竜好きだよね、ドラコレックス知ってるよねっていうと、ドラコレックス、はい、もうすごい嬉しそうに答えます。知ってるドラコレックスって何の恐竜とか知ってるって言うと、また食い気味にパケファ、パケケファロサウルスの子供っていう意味に言います。そうそうそう、ドラコレックスが成長して、素敵、ロクになって、パケファロサウルスになって、 中によって平らなな頭がどんどんんヘルメット状になっていくわけよ!」言うと男の子がはいって言います。で、ホマロケファレもある研究者はある恐竜の子供だってことを言ってんのよって言うと子供がへえ、そうなんだっていう意味ですなんかね、すごい子供らしくね、落ち着いた声で答えるんですよね。どういうことかっていうと、なんでそんなにその、 もともとですね、あの、彼が聞きたかった、少年が聞きたかったのは、なんでパキケファロサウルス科の恐竜の中で頭がとんがっているやつと平たいやつがいるのかっていうと、この先生がおっしゃるには、もともとドラゴレックスとスティギモロクっていうのが別々の恐竜として報告されてたんだけど、現在の学説では、ドラゴレックスが成長してスティギモロクになって、それがパキケファロサウルスになるっていうのが、まあ、支配的な学説だと。で、ここまでこの男の子も知ってたんですよ。 なので、えー、ドラコレックス知ってるって言ったら、パキファロサウルスの子供って答えるんですけども、ね、ここまでは子供と子供も知ってたんですけども、小林先生、モンゴルから出てくる剣刀流類っていうのか、パキファロサウルスの何か知ってるって言ったら、えー、ブレケノファレとかっていうふうに言うと、おおブレケノファレっていうふうに先生は驚きます。子供だっていう説があるんだよね。だから、ホマロケファレは真っ平なんだけど、あれがどんどん成長して、あ実はパキファロサウルスとか、プレノケファレみたいにドーム状になってという話があるのでっていうので、まあ、ざー ということでですね、ドーム上になると考えている研究者もいますっていうのが小林先生の説明と男の子がですね、なるほどっていうふうに感心するんですね。で、先生がどんどん説明するとこんなの図鑑出てないもんねということで男の子はうんっていうことですごい納得してくれたっていう話なんですけどもこのラジオの面白さはですね、最近ねもうね、この あの、子供相談ねあまりに面白いから有名になっちゃって、ツイッター見てるとですね、今回はすごいぞとかですね、この質問はすごいって解説をツイッターでですね、みんなどんどんやってくるんで,で、で、8月14日からですね、また新シリーズ始まるんでですね、ちょっと朝早い番組なんだけど、皆さんぜひ起きてですね、ツイッターと同時に見るとですね、もう面白さが何倍にもなります。僕が好きな回は、 あの、お茶碗で食べるご飯よりおにぎりの方が美味しいのはなぜっていう小学校1年の子供の質問に対して、一瞬スタジオがざわついてですね。<laughs> あの、4人か5人科学者が毎回いるんだけど、誰が答えるのこれっていうざわついた後ですね。じゃあどういうふうにするのかというと、統計学の先生が出てきてですね。で、じゃあこのスタジオで本当にご飯、僕ら科学者っていうのは考え方っていうのは、こういうことを聞くときに本当かどうかっていうのを調べるときに、まず、 数を数えるんだっていうふうに言って、その場にいる先生方にご飯とおにぎり、どっちが好きですかって聞くと、ちょうど半々に分かれたの。で、半々に分かれて、半々に分かれるということは、どっちが美味しいっていうのが正解じゃなくて、多分美味しいっていうのは記憶に関係してるんじゃないかな。昔、楽しいことがあっておにぎり食べた人はおにぎり楽しいって思うし、白いご飯でお茶碗が美味しいと思った人はご飯美味しいというふうに答えるからっていうふうに話していくと。つまり、 これってね、なんか、どっちが美味しいかとか、美味しいと感じるのはなぜかって、成果を教えるんじゃなくて、まずそれが本当かどうか、この場にいる人間だけでも数、数えてみようよっていう、ものの考え方を教える番組っていうのが、なんかね、すごい面白いんだよ。で、あとね、もう昆虫のね、ネタはね、だいたい100%なんだけども、<laughs> あの、まあ、植物学の方なんだけども、えー、虫が食べる葉っぱと食べない葉っぱがありますって。 何が違うんですかって聞いたら、先生がものすごい嬉しそうにできて、うん、あのね、虫がね、食べる葉、食べない葉っぱはね、実は苦いんだよ。葉っぱの中に毒が入ってるからなんだよね。だから虫は食べないんだ。で、虫が食べる葉っぱはそんなに苦くないんだよ。ただ、人間からしたら葉っぱというのは毒があるんだけども、毒があるんだけど、ちょっと食べてみようよちょっとかじってみたら、その二つ苦さの差があるのがわかるよって言ってです。進めるの。 また別の子が、セミの抜け殻って食べれますかって聞いたら先生がすごい嬉しそうに、うーん、じゃあお母さんに唐揚げしてもらおうよ。で、ちょっと食べてみよう。全部食べちゃダメだよ。お腹壊すからっていうふうに言って、この番組でやたら食べることを勧めると。これ何かというと、やっぱり知識として、これが、なんで、 虫の葉っぱが食べるのかっていうふうに知識を与えるのではなくて、科学っていうのは基本的に実践であり、自分なりの研究仮説であるので、まず自分でちょっと食べてみたらいいっていうふうに言うんだよ。だから僕らついつい大人だから、セミの抜け殻は例えばチキンしてできてるから食べれるっていうふうに考えちゃうじゃん。そうじゃなくて、唐揚げにして端っこ食べてみて、いや そんな別にあの、毒でもないんだから、端っこくれったら絶対食べるから、それで味わってから考えてみようっていうね、なんかね、その、面白い発想が出てくるんで、8月24日の木曜の朝からですね、新シリーズが始まるので、ぜひ見てくださいと言っ <laughs> もう本当にね、科学とは何かっていう基礎を教えてくれる、すごいいい番組であります。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます、えー。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。